どうも、毎日20時にさぬきうどんの動画の方をアップロードしております、ヤグタウンと申します。どうぞよろしくお願いします。今回紹介する動画で合計113店舗目のさぬきうどん屋になります。ということで今日は香川県東かがわ市にあるうどん屋まるちゃんの方へ向かっていっております。ということでこのまるちゃんの基本的な店舗情報の方を説明していきますね。まず食べログの点数ですが 3.64、 そして Google の点数が 4.2 点です。営業時間なんですが11時から15時までなんですが、麺切れ次第終了になります。定休日は毎週月曜日です。交通手段として車で来た場合はお店の裏に駐車場が5台分あります。電車で来られる場合は最寄り駅が引田駅、お店までたったの 350m、 徒歩2分で着くことができます。おすすめのうどんはミックスザルです。柏天とイカの天ぷらが大量に乗ってるんですよね。こちらのお店は天ざるで超有名なあの高松にある針屋さんで修行を積んだ店主さんが営んでいるお店です。で、駐車場なんですが線路渡ってすぐ左、お店の裏になります。僕が線路渡って右の駐車場に入ってしまって、これごめんなさい、間違えてます、次から注意します。さあ、ということで到着です。今回紹介させていただくお店はこちら。それでは早速入店していきましょうと思ったんですけど、どうやら待っている方がいられますね。受付台があります。タッチパネルで予約する方式のお店みたいですね。どうやら電話での呼び出しもできるみたいです。実際この日は車の中で待機している方もいました。暑いんでそっちの方がいいかもですね。番号が書かれた整理券が出てきます。この日僕はラッキーセブン。この待ち時間でメニューの方決めていきましょう。メニューには文字がびっしり書かれていました。これであれば待ち時間も全然退屈しないですね。ミックスザルの冷やで、はい、1玉ございます。1玉で、ありがとうございます。 LINE、はい、でお友達登録いただいたら200円お安くご提供できます。またよかったら登録してみてください。はい、それお会計の時に見せたんでいいですか。そうですね、お願いいたします。わかりました、はい、少々お待ちください、はい、外で注文の方聞かれます。これでお店に入ってからスムーズですね。店内はこんな感じになってます。外で待ったんでちょっと人が多いのかなと思ったら意外とそうでもなかったです。きっちりコロナ対策されているっていうことで合ってると思います。この QR コードはクーポンです。それでは
ただきます。麺はツヤッツヤで、茹で加減、そして締め加減がすっごくいい合麺でした。ツルツルっとした滑らかな舌触りで、とっても喉越しも良かったです。漬け出しはかなり甘めな味付けでしたね。醤油感とか塩気は少なくて、旨味で構成されている出汁ってイメージです。イカ天はサクサクのプリップリでした。揚げたてでもちろん熱々なので、外がカリッとしていて、イカも柔らかくふわっとしています。鶏天の方もいただいていきます。もちろん揚げたてです。水分と旨味がこの鶏の中に封じ込められて揚げられているって感じですね。漬け出しにつけて食べると、出汁の甘みとジューシーな中から出る肉汁が混ざり合って、最高の調和です。もし今回の動画を見て、さぬきうどん食べたいなってちょっとでも思っていただけた方、ぜひチャンネル登録、そして高評価押してください。どうぞよろしくお願いいたします。あと、ここからはすごいお願いなんですけど、もし知り合いにうどん好きの方とかがおられましたら、ぜひこちらの動画の存在のことを教えていただきたいです。本当に本当にそれをやっていただけると嬉しいので、どうぞよろしくお願いいたします。あと、コメントいつもありがとうございます。どんなことでもいいので気軽に書き込んでいただければなと思います。このコメント欄でうどん屋情報の方を交換できる場になったらすごくいいなって思っています。それでは最後の一口いただきます。針屋さんに引けを取らない美味しさでした。気になる金額の高さなんですけど、次回使えるかなりお得なクーポンで相殺されているのかなって思ってます。ということで、美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい。何のご登録いただきましたか。はい、登録してます。はい、ありがとうございます。こちらまた無料でお召し上がりいただけます。よかったらお使いください。はい。471円のお返しです。レシートご利用ですか。あ、お願いします。はい、お確かめください。レシートです。はい。はい、すいません。どうもありがとうございました。ごちそうさまでした。雨上がりの赤い夕焼けが綺麗で、俺はなぜかこぼれそうで歌ったのだ。濡れた風を突き放して走ったのは、雷鳴さって言った茶刈りの線路。